どうもクライアントソシャノです。今日は御礼とあとお知らせの動画とさせてください。でまたちょっとまあ 1,2 回雑談が続きますけど、許していただけたらと思います。まず5月5日2018年5月5日の1日限りの YouTube 吹奏楽団ウィズ秋水か、イベント名ちょっと忘れそうでしたけども、はい、ご来場いただきましてありがとうございました。私もゲストとして参加していただきましたけども、私経由からでも何名かいらっしゃっていただいて本当にありがとうございます。で遠いところだと福島からいらっしゃった方もいて、本当に私のね経由で購入チケット購入された方、福島から来ていただいて本当にありがたい限りでございます。あと5月6日ですね、例大祭、オタクインテッドで参加したサークル参加した例大祭にご来場いただき、サークルまで足運んでいただいた皆様ありがとうございました。そちらは普通にね交流できてよかったと思っております。そこはまあともかくとして、5月5日のに関しての、イベントに関してはちょっと撮影をちょっとしてるので、ダイジェスト本当に短いですよ。自分ほとんど撮影してないから5分とか3分ぐらいの動画になるかもしれないけど、ちょっとしたダイジェスト動画を作ろうと思っています。まだできてないんですけれども、おそらく5月の10日までにはあるかなと思いますけれども、はい、ちょっとお楽しみにしていただけたらと思います。っていうのがお知らせとか御礼の内容でございました。で、お知らせなんですけれども、実験的に、明日の動画なんですけれども、ちょっと過去の演奏動画を全部ジャンル別にまとめておりまして、今で、ちょっとジャズのジャンルだけ抜き出したので、それを明日BGM 代わりの、作業用 BGM みたいな感じで、音量レベルとか、若干ミックスを変えて、揃えた感じの、自分も素人なんで、その辺はあんまりうまくいってるか分かんないんですけれども、明日ちょっと BGM 集動画を、自分の過去に演奏したものをまとめた BGM、 作業用 BGM になるような動画を上げさせていただきますので、ちょっと普段ね作業する時とかに流していただけると嬉しいななんて思いますけど、ちょっと実験です。これは本当に実験なんですけれども、で調子が良かったらというか、みんながね需要がありそうだったら、今度は31戦編とか、あとアニソン編とかゲーム曲編みたいな感じでね、曲が溜まってるものからこうピックアップしてやりたいなと思ってるんで、ぜひぜひね、感想コメントでもいいんで BGM 集のところにコメントいただけたらと思います。ということで今日短めなんですけれども、5月5日6日のイベントの話と、イベントの御礼と、あと明日上がる動画のお話をさせていただきました。楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あとツイッターもやってるんでね、フォローとかしていただけると嬉しいです。ではそんな感じで今日は短いですけれども失礼します。よろしくお願いします。